ファイナルセットを迎えました。 NEC 対竹林しました。こちらはエステスストレート、中田さん、はい、ファイナルセット一番ここから大事にしていかなきゃいけないこと、まあ、ミスを減らすということもあるんですけれども、相手チームをここまで見てきて、はい、どういったところがポイントになるんでしょうか。やはりこういうなんですか、つなぎの部分だったりとか、はい、あとこういうフェイントを逃さないとか、はい、うん、こういうディフェンスの強い両チームっていうのはそういうところでこう自分たちのリズムをなくすことがありますからね、はい、攻撃以上に実はそういうところでの、うん、そうですね、地盤を固めていく、はい、エスペスのポイントです。2対1、エステスの体力が続く限りこのエステスにボールを上げ続ける。抜け出すのか、田口のサーブ、エステスフェイント捕まっている、石川が上げて、おっともジャンプをせずに座った状態から、これはちょっといけない雰囲気ですね、ちょっと、ここで3対2、竹内バンブー1回目のタイムアウトです。JT のケニーに次ぐ498点、こちらが第3レグ始まる前だったんですが、そのエステスチームからは抜群の信頼。そのエステスがファイナルセット、ここもしっかりジャンプをしていますが止められました。止めたのはリーカか、相手の大エースががしっかりと止めています。大きな大きなブロックポイント、点差4対2。田口のフローターサーブ、さあどうする、それでもレフトありますか。エステスまた捕まった、また捕まった、今度はキャプテン杉山。なんかこうエステスの使い方がかわいそうな感じがしますね。さあここで竹内バンブーメンバー交代、センターの石川由紀に代えて14番三沢由香がコートに入ります。あ、そして変えますね、3番エステスエルゲージャに代えて5番の、ここでメンバー交代です。3番のエステスが再びコートに戻ってきた。やはりこの選手、この選手がいないと勝てない、まあ、ファイナルセット8対6リードしているこちら NEC の攻撃。高いトスからエステスのバックアタック、サイドラインいっぱいに決まっています。今日何度打ったかわからないチームの大エース、苦しい苦しい。さあここで竹内バンブー2回目のタイムアウトです。もう選手はチームが一つ、心が一つになっています。長い長いトンネル、それを抜けたこの第3レグ、白星発進はエステスのポイント14